久保は現役引退後、今は奥さんとコーヒー店を営んでいる。久保は横浜 FC 時代、怪我の療養中にグラウンドに迷い込んできた鹿を倒した。鹿を倒すことに必死だった久保は、生きるか死ぬかってこういうことだと思った。久保の今の趣味は釣りと酒。久保がゴール後に見せたひょっとこダンスは本人曰くカズダンスらしい。久保は小学生時代小指を切ってしまい、病院でくっつけたが今でも少し指が短い。久保は記者泣かせとして知られていて、質問しても返事はそうすねの一言。久保が小野よりうまいと思ったのは、当時50歳を超えていた代表監督のジーコ。久保は練習前に鏡の前でひたすらジャンプするが、牧野曰く1500回は超えていた。久保は代表通算32試合出場11得点。日本人離れした身体能力で数々のスーパーゴールを生み出したストライカー。